皆さんこんにちは、ゆきです。指定契約6、一緒にクリアしていきましょう。編成は優流チェン S3 特化さん、シルバーシュ S3 特化さん、その他のスキルランクは7になっております。シルバーシュのステルス解除が非常に重要です。クオーラを星グマ、スポットをサリアなんかに変更すると攻略が楽になります。昇進2のオペレーターはチェンとシルバーシュだけなので、可能なら、他のオペレーターの連打上げておけば攻略楽になっていくと思います。それでは早速見ていきましょう。オペレーターを順番に配置していきます。天人か左、2番、テキサス右、3番、ススーロ左、4番、5番、チェン左。こちら18等級のクリア参考例のアレンジですね。まで受けたら番号変わりまして、1番、ハニーベリーをここは右向きに置きます。右です。で2番、ガビル下向き、コスト回復は気にせず使ってください。3番、シルバーシュ、ここで優流チェンのスキル、青い線ですね、青い横線、ホリデーストームで、白い線はビーグルの防御スキルで、番号変わりまして1番、スポット左。コストに余裕が出たら天人か撤退。3番、クオーラを置く前にスポットで遠距離攻撃を何回か受けてから、余裕が出てきてからクオーラを配置します。で4番、右上のライトを点灯させて、テキサスの前に敵がいなくなったらテキサスは撤退します。ここまでで形はできましたね。優流チェンのスキルオフのタイミングは青いバーが切れるところです。青い横線が切れるところ、ここですね。この敵を倒したらオフ。ここからしっかり防御スキルと回復スキルを使っていきます。敵の攻撃速度が上がってるので、この遠距離攻撃がめちゃくちゃ痛いです。クオーラ防御スキルで、ここまで来たら次は赤い線ですね。ビビアナが立ち止まってもう一度歩き出したらグラベルを配置します。その次の白い線はススーロの回復スキルなんですが、打つタイミングとしてはクオーラのスキルが切れる前に打ちます。ビビアナが歩いてきたらグラベル配置で範囲攻撃誘発、ススーロの回復スキル、そしてシルバーシュのスキル、 SA って書いてるのがシルバーシュ。我が盟友の真銀山でビビアナの HP を削りながらトゥーラのステルスを解除。ホリデーストーム、もうちょっとでススーロの回復スキルが切れるタイミングでクオーラが落ちます。クオーラが落ちたらスポットと交代するんで、スポットの回復スキル、ここでスポットの回復スキルで、ここからは、ビーグルのスキルは、どうせ死ぬんで気にしなくていいです。ビーグル死んだら順番にオペレーターと交代。ここでシルバーシュのステルス解除が入っているので、ホリデーストームが、しっかり当たります。この歩いている時にもしっかり当たります。トゥーラさえ倒してしまえば残り敵青弓2体なので、全員オペレーター撤退させて耐久値を2減らしてクリアです。筆記役ではこれを思いつくかどうかってところはあるんですが、これもね、れっきとした攻略法なので参考にしてみてください。それでは指定任務6の解説終わりたいと思います。よければチャンネル登録、グッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。